どれくらいの値打ちがあるだろう。僕が今生きてるこの世界に全てが無意味だって思える。ちょっと疲れてんのかな。手に入れたもんと引き換えにして切り捨てたいくつもの輝き、いちいち憂いていれるほど平和な世の中じゃないし、一体どんな理想を描いたらいい、どんな希望を抱き進んだらいい、答えようもないその問いかけは日常に葬られてく。君がいたらなんて言うかな、暗いと茶化して笑うのかな、その柔らかな笑顔に触れて僕の憂鬱が吹き飛んだらいいのに。決して捕まえることのできない花火のような光だとしたって、もう一回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 、僕はこの手を伸ばしたい。誰も皆悲しみを抱いてる、だけど素敵な明日を願ってる。臆病風に吹かれて波風が立った世界をどれだけ愛することができるだろう。考えすぎて言葉に詰まる自分の不器用さが嫌い、でも妙に器用に立ち振る舞う自分はそれ以上に嫌い。笑っていても泣いて少しても平等に溶け笑かれる未来が僕らを呼んでる。その声が今君に聞こえてますか？さよならが迎えに来ること最初から分かっていたとしたって、もう一回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 、何度でも君美しく見えるなんて想像さえもしていない。単純だって笑うかい、君に心からありがとう言うよ。滞らないように揺れて流れて透き通ってく水のような心で荒れたら、会いたくなった時の分まで、寂しくなった時の分まで。